はいどうも、ナレスです。前回に引き続きゾノベルトやっていきたいと思います。前回はね、その子供たちにカバンとあとスザクのコア盗まれてしまったため、帝国行きの船に乗れなかったんですけど、もうそれも取り返して、その子供たちが困ってた盗賊もやっつけて、まあそういうことしたので、今回はさすがに船に乗って話し進みたいと思います。多分だけどこいつに話しかければ出航できるはず。みんなやることは済んだもん。帝国に行く準備はできてるもん。いいかも。いいでしょう。じゃあ乗り込んで良い旅を。こいつに乗るのか。はいはいはい。こいつに乗るの初めてだね。今までなんだろう、潜水艦というか船タイプのアルスにしか乗ったことなかったから。はあ。ん？なんだここ。あ、帝国のやつこれか。あー、確かになんかさびれてる感じはあるな。あー、でも文明レベルすごいな。ちゃんと機械とか工場とか、なんだ？ロゴみたいなのもあるな。The Empire of More Ardane。 ちょっと未だに日本語の名前ちゃんと覚えてないけど。おお、音楽かっけえ。やっと着いたよ。やっと陸に乗れたもん。かなり長い旅でしたね。なんか花が思ってたよりも錆びれた場所ですね。もうおそらく主要都市からだいぶ離れた港だからでしょう。多分そうじゃろうな。とすれば次の目的地はその首都とやらじゃな。船で聞いた話によると、港を降りて右に行くとそこから一本道らしいぜ。じゃあそこまで遠くはないですね。ただでもこの国は初めてですから、いろいろ気をつけときましょう。そうだな。出る前に準備とかしといた方が良さそうだな。了解です。はい、着いたね。お、今ちょろっと出てたけど、タイガーの新しいステージが追加されてたね。そう、タイガーあれなんだよね。新しい場所アンロックするたびに1個開くんだよね。だからなんだっけ、裏屋帝国にいた時もそうだったし、話しかける人いろいろいるけど、そうだな。じゃあまずちょっとカット挟んで適当に話しかけながら店とか行きたいと思います。はい、カット挟んでる間にまあいろいろ人に話しかけたりとかしたんですけど、まあちょっと気になったところが2つあって、まず1個ここなんだけど、こっちになんか道が続いてるんだよね。マップで見ても。そう、なんかこっち側に行けんだけど、ここは、ドアがあって開いてないと。で、別にフィールドスキルがうんぬんとかって話でもないから、まあ、多分、特に何もできないんだと思うんだけど、ストーリーが進むまでは。で、もう一つが、これはもう裏でやってる時からずっとだったんだけど、なんかね、キツネみたいなのに話しかけるようになったんだよね。っていうのも、ちょっと待って、帰ってきてるかな。問題なく完了。はい、淡田さんお疲れ様です。帰ってきたかな、今ので。あ、帰ってきた。そう、この子。天井知らずですね。そう、このニムっていう子がさ、またレックスのとこで相変わらず顧問クリスタルで当たったんだけど、この子が持ってる一つの中で、そう、このフィーニックスリングイスティックスっていうフィールドスキルがあって、フィーニックスって読めばいいのかなと会話ができると。でこの子もなんかゴルモッティっぽいっていうか、まあブレイドに種族からか分かんないけど、援護だって任せてよ。そうだから、もしかしたらね、もっと貢献してみせる。もしかしなくてもこの子のおかげで話しかけれるようになったんだよね。ちょっと、
ニアちゃんのパーティーに入れて話しかけてみたいと思います。あ、ニアちゃんどっちだっけ、レックスかな、あ、レックスだった。じゃあこいつと、この日のために牙を研いで待ってたんですよ。そう、声が結構可愛いんだよね。で、これね、俺話しかけるの初めてなんだけど、これで話しかけたらどうなんだろう。ウカとお話ししませんか。うん、あ、ウカってんだね。おお。我々モーアルデインのフィニックスはどんどん細くなっているような気がします。ほとんど草も生えてないし、食べられる虫もいませんからね。しかし何とかして生き残れればなりません。こう見えて結構強いんですよ我々。へえ、そうなんだ。え、他のフィニックスと大体似てるって？それは信じません、信じられませんね。私のお腹はいつも怒ったアルムのようにぐるぐるなってます。うん、まあ、ちょっと日本語で聞いたことないから話し方適当になってるけど、そう、こういうやつがいるんだよね。一応ね、他の町とかでもいたんだけど、キツネ。まあ今回でもちょっと一旦無視しときます。今のが初会話でしたね。はい、でここをまっすぐ行くと、そのオートっていうのかな、まあそのメインの町に着くと。なので早速行ってきたいと思います。なんかデザインがさ、前作に出てきたさ、渓谷の谷だっけ、一番最初にダンバン・ディクソンとムムカが戦ったところにすげえ似てんだよね。なんか俺の出番、まあもちろん、まあもちろんっていうのもほどでもないけど、多分巨神いないだろうから、多分関係ない場所ではあるんだろうけど、ここまで似てるとちょっとね、感じるものがあるというか。で、どこに行けばいい、どっちに行けばいいんだろう。あー、合ってるっぽいな。こっちの方角で。あ、なんかぽいところに着いたけど、ここではないんだな。ここはちょっと後で見たいと思います。いや、なんか見てんな。なんだこれ、何見てんだ。見てるとかあれか、ニット着てんのかな。聞いてみよう。よう。でここは、アルバカバの日地に届ける予定の、商品を、しまう倉庫です。モアルデインの、輸出品は基本的にサルベージしたものと、あと製造したものです。おう、ただ我々の食料はほとんど輸入しています。もし我々が探してくるじゃないや、我々の、技術がお金にならなかったら、とてもじゃありませんが生活していけませんでしたね。基本的にいつもここは輸入されたものがそこら中に置いてあって、いつでも町に運び込めます。あそこにある大型エレベーターは許可がないと使えませんが、パーソナルエレベーターは公共に誰でも使えるようになってます。まあこんなとここんな埃っぽいところでいるのもなんですし、早く街に行ってみてください。了解しました。エレベーターってどこだろう。これかな、これか。ん？いや違う。これなんか貯水タンク的な。エレベーターどこだろう。あ、でもあそこ光ってんな。あれっぽいな。うん。まあちょっと今とりあえず、この女の人の言う通り、さっさと街に向かいたいと思います。ん？あ、違う。エレベーターこれだ。はいはいはい。これ乗れば、上に行ける感じかな？このシステムは前作でもあったね。ああ、めっちゃ進んでいくから多分これで合ってるわ。こいつらさ、エレベーター初めてなんだろうね。さ、全然反応しねえな。まあ、いや。ここか？
ここ入ったら更新される？おい、来たね。ん？なんだ、誰か見てる。ああれだ、我々をスパイしてたあのバナ会長の使いのノポンだ。白虎だけ気づいたな。ここは帝国使徒か。シガサワ君も花のパワーアップに使えるジャックパーツを売ってないか探しに行くも。来た、ついに。ご主人、どうせなら新品のパーツ買ってほしいですもん。金ねえんだよ。もしもし、あなたはトラさんですか。もう、え、知り合いっすか。ご無沙汰しておりますもん。むいむいですもん。え、ん、おっちゃん、トラのことを知ってるのかも。あれ、でも面識はないくさいな。覚えていただけてないですもん。むいむいですもん。あなたのおじいさま先頭博士の助手だった。むいむいですもん。なるほど、子供の頃に会ってた的な話か。あー、ちっちゃい。あ、まだ服着てない。トラが。あ、おじいちゃんこんなデザインだったんだね。思い出した？おっちゃん、あのムイムイかも。覚えてるもん。最初から言ってくれもん。最初から言ってたじゃん。言ってましたもん。そっか、おっちゃん影が薄っぺらいからすっかり忘れてた。このキャラデザで、このキャラデザで薄っぺらいかな。それはひどいよ。いえいえ、とんでもないですもん。あの頃トラさんはまだ幼かったから。なかなか奇抜なデザインしてるけどね、ノポンにしては。それにご主人の頭の中は花をパワーアップさせることでいっぱいいっぱいだ。そうそう、これもちょっとムービーが終わったらあれしたいんだけど。これは実行ブレードじゃないですかも。そっかそっか、おじいさんの研究手伝ったってことは。そうだわ、父ちゃんと父ちゃんが残した設計図をもとにトラが完成させたんだもん。マジ天才だよね、トラちゃん。あ、知らないかも。そっかそっか、おじいちゃんはもう個人だけど。研究所が襲われたあの日。襲われた。私はお使いに出ていて、戻ってきたら先祖博士のご遺体を見つけた。そういうシーンだったの。なんか勝手に老衰とかと思ってたけど。けど盾蔵博士のお姿はどこにも。そっか、やけに日本っぽい名前なんだよな。知らないんだもん。がっかりするのですもん、ご主人。きっと会える日が来ますもん。ダダポンって可愛いな。グランピョンもそうだけど、お父さんとおじいちゃんね。ああ、皆さん、この町に着いたばかりのご様子なのにお引き止めしてしまいましたもん。この先に知り合いの宿がありますもん。お、止めてくれる？温泉が有名なところで、温泉。よければお安く泊まれるように口を聞いておきますもん。素晴らしいじゃないか。むいむい、いいやつも。リックスはもうしょっちゅう海に飛び込んでサルベージしてっからあれだけど、ニアちゃんとかトラちゃんとか風呂入ってんのかな。王になるんだよな。ほうほう、あ、もしかして町に着いたことによって、あれ、あ、まだ吹いてない。あ、待って、今帰ってきたな。これで完了だな。そう、こいつ待ってたんだよね。スイーツでも作りに戻るか。あの梅原さん声の。よし、まあ、みんな帰ってたら一応ある程度いろんなフィールドスキルに大量できるようになるね。私も成長してるんだ。よし。そうで、さっき言いたかったことなんだけど、花ちゃんのパワーアップがうんぬんとかって言ってたじゃん。まあ花ちゃんここにいるわけなんだけど、これ名前がさ、ポッA なんだよね。まあ、多分この A ってアルファの A だと思うんだけど、これもしかしたらさ、パワーアップすることによってさ、新しいバージョンとか、ポッピーベータとかデルタとか、そういうのがちょっとできるかもしんないよね。多分基本的なあれなんだろうな、ポッピーのバージョンが変わるってだけで新しいブレードを作るとかそういうのは多分ないような気がするんだけど、
いや、まあ、ちょっとありえるかもしれないけど、この街でポッピー、ベータとかデルタとかつけるようになるのかな。ちょっと楽しみだよね。で、さっきの梅原さんの、声の人なんだけど、こいつね。そう、こいつかっこいいんだよね。任せてくれ。あ、間違えた、間違えた。活躍を約束する。ちょっとだいぶね、あの、奇抜なデザインはしているんだけど、ここじゃなかったな。ブレイドに行って、そう。で、こいつさ、フィールドスキルがめちゃくちゃ優秀でさ、まあ、まず1個これ、金アイ。これはあの、アガデさん持ってるんだけど、まあ、細かいところがしっかり見えるようになるフィールドスキル。これ結構使うんだよね。というか、これがないせいでできなかったクエストとか、なんなら前回のね、なんだっけ、足跡を追うやつも、これがもう1段階あったらいけたし、で、さらにこれ、フォーティチュード。これはあれだね、信念というか、なんだろう、根性とでもいいのかな。フォートっていう言葉は、固いって意味だからね。そう。で、これが3段階まであるからさ、これでようやく泉とか、泳いだりとか、できるようになるはずなんだよね。で、3つ目はなんか、パティシエっていう、こんな見た目で意外と甘党っていう、ちょっとおしゃめな部分もあったりするんだけど、こいつがね、あのニアちゃん側で当たってくれたから、ニアちゃんもこれでようやく、まあ、その気になればあのレアブレード2つつけて白子も使うこともできるっていう、まあ、今あれなんだけどね、こことか見てもらえばわかるんだけど、この右下のアフィニティチャートで今アガデさんやってるけど、44個ある中の16しか空いてないんだよね今。で、前回だか前々回だかやった、強いやつと戦った時に、普通にレアブレードつけたらめちゃくちゃ弱くなったんだよね。で、変に全然絆が出来上がってないレアブレード使うぐらいだったら、こんな感じの、まあ、ちょっとレアリティは2とか、だけど、あの、アフィニティがほとんど解放されてるブレードの方が、戦力になるっていうね。あの、まあ、パッシブに関しては。そうだから、一概にレアブレードが上がったからといって、使えるというわけでもないっていう。まあ、さすがに、マックスまで上げたら、レアの方が強いんだろうね。まあ、それちょっと面白い要素だなと思いましたっていう話です。で、こっからどこに行けばいいんだろう。お、世界にはいろんな場所があるもん。ランドマーク。ここで一休みですもん。割とすぐ近くなったな、2つ。はいはいはい、オッケー。そんじゃあまあ、こっちに行けばいいのかな。こっちではない、あ、いや、ぽいぞ。なんか面白そうなロケーションとかいろいろあるけど、でっけえな。これもアルスなのか、それともこれただの魔物なのかな。あ、でもなんかさ、帝国ってさ、すげえアルス武装するみたいな話してたよね。これなんかぽくない？大砲とかめっちゃついてるし、その辺の文化の違いだとかもちょっと面白いよね。あ、ついたついた。ジャコロの宿屋ね。こちら、ジャコヤラの宿屋。いかがいたしましょう。もしかして、トラ様ご一行でいらっしゃいますか。あ、承知いたしました。ムイムイさんら伺っております。実は、今日に関しては、特別価格でご提供しております。100ゴールドか。そんなに悪くないね。アーゲントラムの70ゴールドよりは、高いけど、まだ、ね、貢献度がいい、星0のとこに関しては、にしては結構悪くないというか。で、それと、当店、自慢の露天風呂があります。好きな時に、ご自由にくつろぎください。え、これもしかして、お風呂タイム入ります。お、早速入った。お、これ、ニアと、花ちゃんも入れんだ。旅の疲れが吹っ飛びますもん。
効果あんの機械なのに。マスモって、あんた風呂入って平気なの？ね、錆びちゃうんじゃない？大丈夫ですもん。花は特殊合金製、錆び知らず、オイルいらずですもん。ドラって案外すごいんだね。ね、マジでね。ご主人は最高の人工ブレード技師ですもん。ね、今まで唯一成功してる人だしね。あ、ホムラ？誰だ？あ、ホムラだ。あ、先に入らせてもらってるよ。違う、ホムラじゃない。で、光？タオル巻いとる。なんで、なんで急に出てきた？なんで、なんでって、ダメかしら。いや、ダメじゃないけど。おい、YouTube 大丈夫かこれ。ナイスバディだな。ありがとう。あれ、あ、戻っちゃった。温泉があるって言ったら、ひかりちゃん絶対に入りたいって言うから。もうそんな、ああもうす、入りに来た。すげえ、ちゃっちゃと変わるじゃん。忙しいね、あんたら。まあなんか前も寝てる時に勝手に出てきてたりしてたけど。ノポも入ってんの可愛いな。髪長いな。しかしホムラは結構短くなってるけど。そろそろ上がろうか。ニア、あなた。ん？あ、うん。まあ、そういうこと。あ、話さない方がいい？今はそうしてくれると助かる。まさか要素がここで出てくるとは。じゃあ話さない。悪いね。ほうほうほう。ちょっと話したいな。話せるかな。ああ、もうちょいか。いいお湯だったね。ね。光、嬉しそうですもん。そりゃ500年ぶりの温泉ですもの。そりゃそうだな。堪能させてもらわなきゃ。いつでもこの世界に温泉文化があったとはな。小村に？もちろん。記憶は共有しているから、どちらでいても不都合はないんです。あ、やっぱそうなんだね。便利なもんだね。本当にすげえさっさと変わるな。なんだ？ねえ、今の音何？わかりません。あ、お前らは風呂入んなかったんだ。気になるな。行ってみよう。あ、そこそこ。いや、光だなって。光だなか。あの子の方がいい？別にそういう。別にそんなこと言ってないですよ。さ、え、あ、これ光使った状態で戦闘できるってこと？少なくとも現状だと光の方が圧倒的に強いっぽいからな。なんだ？どうしたの？改まって。少しこっちメインでいてもいい？お、こっちって光でってこと？起きてそんなに経ってないから、私も君もこの力に慣れた方がいいと思う。そうだね。光ちゃんと相談したんです。光ちゃんの力は強力だけど、反対に屋内や洞窟じゃ使いにくいでしょ。そうなんだ。ああ、まあめちゃくちゃ強いからってことか。できるようになるのがいいんじゃないかって。へえ。もちろん大賛成。俺も君のことをもっとよく知りたいしね。何を急に。私もあの子も基本的には同じだから。いや、性格だいぶ違うけどな。そうかな。光の方が当たりがきついんだ。当たりが仕方ないでしょ、そういう性格なんだから。ほら、そういうとこだから。おしとやかなホムランの人格を作ったってことなのかね。笑ってるのよ。いや、楽しいなって。ホムランと出会っていろいろ経験できたからね。そして今度は君と出会えた。楽しいことばかりじゃなかったはずでしょ。なのになぜ。辛いことも明日の自分の糧になる。そう考えちゃダメかな。あとも命救われてるしな、普通に。前向きなんだ。前しか見てないってじっちゃんにたまに怒られるけど。しょっちゅうの間違いじゃろ。もともと前向きすぎてあの仕事受けて。そうじゃない？みたいね。天の聖杯に接触しちゃったもんね、物語の冒頭で。
お、よし。ちょっと話せるな。あ、そう、ちなみにレベル結構上がって今こんな感じですね。あ、光がちゃんとついてる。で、ニアちゃんについてなんだけど、ここちょっとあんま聞きたくなかったら、視聴されてる人は、ちょっと1、2分飛ばした方がいいかなって感じがするんだけど、裏でやってる時にさ、なんとなしに気になって、ブレイドの、なんか、ランクというか、どのブレイドが一番強いとか役に立つとか、そういうリストがちょっと気になって調べたんだよね。で、俺が調べたのは地面だけの、やつだったんだけど、まあそのね、ボレアスとか、あと白虎とか、まあ、光明かりとか、まあいろいろリストに入ってたんだけど、その中で、ニアっていうブレイドがいたんだよね。だちょっとしくったなって思いつつも、今の描写を見て、まあなんだろう、同じ、たまたま同じ名前って可能性もあるじゃん。あったんだけど、今の描写を経て、温泉で、多分ニアちゃんこれブレイドで確定だなと。その名前見たときは最初さ、なんかこれ、でもニアちゃんってブレイド特有の、なんだろう、ピカピカしてる部分がないなって言いかけたんだけど、服さ、肌が1ミリも出てないんだよね。まあ顔以外は。手袋もしてるし、服もね、もう上着もズボンも肌1ミリも見せてないからさ。で、ビャッコっていうブレイドがいるから、それも違うんじゃねえのと一瞬思ったんだけど、あれなんだよな。マロスじゃなくてメッツが、セバーと契約してるじゃない、あいつ天の聖杯のくせに。だから今の描写で俺の中でニアちゃんがブレイドっていうのが確信に変わりましたね。なんかちょっと変なネタバレ受けてやだなと思ってたんだけど、こんな早い段階で描写が来るってことは結構もう割と直近に判明すんのかな、その辺は。まあその辺もちょっと楽しみですねっていう。早速行きましょう。まだチュートリアル出る。すげえ。ここでようやく待ちに待った、ホムラのブレーキタイム、休暇が訪れましたね。だからここで、しばらく光と行動することになります。光は、ホムラと比べて段違いの力を持っており、レベル4のスペシャル、セイクリッドアローは、空から、破壊の光を呼び出します。あ、空からってことは、屋内だと使えない、あるいは建物ごと破壊しちゃうからっていうことなのか。まあ、つまりこれどういうことかというと、うん、空が見えない場所。あるいは邪魔が空から呼び出せないところ。まあ、例えば屋内とかだと限定された使い方になると。そこら辺はしっかりとプランしてください。あ、でも、ホムラは全く使えないようになってるね。光？光？おる？光？どこ行った？光？光ちゃん？あ、いた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 。どこ行ってんのもう。来た来た来た。おぉ。光と行動できるようになるとは。まあまあいずれ来るだろうと思ってたけど、到着。ちょっと嬉しいね。ここだったのね。お、ちゃんと話してくれる。そう、あれなんだよね、あ、すげえちゃんとなっとる。つえ、あ、つえし、あれだ、ホムラと共有してない武器を。そう、ホムラの時はさ、200何十とかだったんだね、オートアタックが。だけど、今これ168になってる。いや、強くない ?369? 100個とかまだ100とかだぜ。ま、どうだろう、ちょっと待って、他のブレードと比べてみようかな。あ、待って、フィールドスキルも違ったりする、もしかして。
あ、違う。面白いことができそうな予感がする。あーで、あれだわ。ホムラとの信頼は今 B まで上がってるんだけど、ヒカリはまだ E だね。同じ人でも人格でやっぱりこう違ったりするんだね。で、スキルも違うとか。フィールドスキルなんだ？ライトマステリー。光、まあ文字通り光か。で、フォーカス。あ、これはでもホムラと一緒だな。ガールストーク？え、女同士のおしゃべり。そんなフィールドスキルあんの？はぁ。あ、なんかちょっと面白そうだな。ってことはこれコアも、あー、コアも。ちゃんと、あ、待って、光って名前ついて、あ、そうそうそう、これ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 。今これ、炎マナにつけてんだけどさ、これ上がんだよな、上が、なんか、あ、でも特に変わるわけでもないのか。名前ついてんのに。25% 上がるだけだもんね。あ、じゃあいいや。そうだなぁ。まあじゃあ適当にこの辺つけとくか。あ、そうそうそう、で、これ見せたかったんだよね。アウトドアアタックアップって言ってさ、室内と屋外で攻撃が上がる、エーテルがあるんだけど、なんでかなと思ったんだけど、こういうのがあるんだね。で、基本的に光を屋内で使わないから、だったらアウトドアアタックアップがすごく有効活用できるっていう。ことだもんね。ほう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 。で、さっきの武器の、使いどころじゃねえや。あ、よしよしよし。このブランチャナイトチップね。これが単に強いのか。あ、これあれだわ。このブラン、これが強いだけだ。いや、でもそれを差し引いても強い気がするな。光は、やっぱり。ああ、どうしよっかね。光ってこの先どんくらい使うんだろう。まあ、こっちが手にしてる最高戦力ではあるから、絶対多少は使うんだろうけど、屋内で使えないってのがちょっと面白いよね。どうしよう、これつけてあげるべきなのかな。このチップって一回しか使えないからさ、一度使うとそこで終わんだよね。てか、面白いのがあれだね。黒髪くんにつけた方がオートアタックのレベルが上がるっていう、ちょっと不思議な。そういうのもあんだね。あー、でもこいつ、斧か。斧の方が強いのかな、一発一発が。そういうことなのかも。うん、でもヒーラーである白虎ですら300になるからな。普通に 2A チップだな。どこで手に入れたんだろう。あ、こいつもだ。お前も強いな。ああ、どうしよう。まあでもこれあれかな。ウーツソードってこれノースペシャルエフェクトって書いてあるから、別に今後ももっと強いの手に入るか。だったらもうさっさとつけちゃいましょう。で、ついでなんで、なんか、これどこで手に入れた？あれかな？裏でサルベージュしてるときにいつの間にか手に入ってたのかな？段違いに強いね、これ。ちょっとポッピーはこれブロックレイとかだいぶ下がっちゃうから、これあれだけど、白虎はつけてもいいな、全然。よし。てか、どうしよう。黒金くんにもつけてあげようかな。いや、これちょっと一旦やめとこう。黒金くんは、じゃあスピナリチップで。これも結構そこそこ強い方のはずなんだけどな。まあ、せっかくだからお前らにもつけてあげるか。黒金くんはね、量産型ブレードなんだけど、フィールドスキルが非常に優秀で、全部レベル3まで上がってるから、いつでも野菜と虫の資源率が 100% 増加する。それに加えてアースマステリーもレベル3だから、
こいつはちょっと重宝しますよ。名前を覚えるぐらいには使うからね。こいつはちょっとやめてこっかな。あんま使わなそう。お前は絶対使うから、お前は今つけたっけ。ああ、つけたな。よしよし。じゃあ一旦こんなもんしとこう。よし。で、どこに行けばいいんだ。あ、兵士もさすがにレベルが違うな。トリゴスにいた奴らと比べても。まあ、今の私にはかなえないだろうけど。どこに行けばいいんだ。降りればいいのか、俺。降りちゃえ。あ、違った。世界にはいろんな場所があるもん。なんかすげえいろいろあんな。ここ兵士も多いし、ノーティスボーダー。これちょっと後にしとこう。どこに行けばいいんだ。どこに行けばいいの？ちょっと。あ、ん？あ、ここくせえな。ちょっと変なところ降りちゃった。あー、ショップとか寄りてえ。寄りてえけど、ちょっと今は。これだけでもだいぶ長く話し込んでるから、ちょっと一旦話し進めるのに専念します。実況できる日は限られてるからね。やっぱ進めるときは、さっさと進んどきたいよね。あ、光飛んでっちゃった。ん？どこに行けばいいんだ？あ、これか。頑張りますポッピーもね、フィールドスキル優秀なんだよね。あ、ってことあれかな、ポッピーもさ、ベータとかデルタとかになったら、フィールドスキル変わんのかな。お、なんだこいつ、あれじゃない？海馬もどきじゃない？違う？あ、いや、もうそれにしたらちょっと小柄だな。てか、これあれだ、ブレイドだ。バカな、当たっているはずなのに、ブレイドなのか。いや、違う。C って言ってるな。女の子だ。女の子だ。強い。こいつは機械仕掛け。え？また別の人工ブレードだったりする？もしかして。じゃない。あ、え、ああ、あ、しかもメイドだ。聞く？ん？聞く？人工ブレードだ。待つも、聞く！待てよ、トラ。聞く？あれ、まだ見てる。聞く。あ、いろんな人工ブレードがいるパターンか。あ、あそこもいるいる。で、メイドだからさ、絶対、まあ、トラちゃんじゃないにしても、トラちゃんの関係者が作ってることは 100% 間違いないもんな。こうしてみるとあれだな、ポッピーってそんなにメイドっぽいデザインじゃないよね。中身は別として。ほら、みんな追いかけるもん。いや、あれをどう追いかけるっちゅうの。いけます？そんな。いやー、楽しませてくれるな、このゲームは。こっちを渡っていけばいいのか。ここ通れなかったりする？あー、お、え、一瞬で死んだ。焼却された。なんかいけるっしょとって感じのノリで言ったら、すげえられたな。あ、慎重に参りましょう。くそ、アイテムの効果が切れた。なんかバルブがあるんだな。じゃあどこなんだろう。さっき言ったのがここだったよな。バルブどこにあるんだろう。これ逆方向から行ったらいけないかな。ちょっとそっちから試してみよう。あー、でもめっちゃあるな。うわ、結構食らう。迷路みたいに避けていけばいいのか、バルブってよりかは。誰だね。あ、バルバルは。バルバルし、兵士とのレベルがさ、だいぶかけ離れてるからさ、歩いてても襲われないってのは、良いですな。
よし、これであらかた止まったはずだが、いかに。あ、お宝回収。ヒュー、ここはクリスが入った。いいね。で、さっきのあれが止まってるってことかな、あの感じは。よっと、なに、止まってる止まってる。この蒸気にそんな力があったとは。あ、そうか、そこに立ってんのか。待ってくれ、もう。すげえ、ポッピーより高性能なんじゃない、この動き。効かない、もう。とりあえず覆わなきゃダメだもん。光って飛べたりしないのかな。花ちゃんは飛べるけど、あれだもんね、一人ずつぐらいしか持てないもんね、頑張っても。どこにいる？こっちか。こっちの、とりあえずここを渡って、で一応宝箱がないか仮チェックしてないね。はい。本当だったらこういったら障害物なんだろうけど、もうまるで意に介してないな。てかさ、弱いなりにさ、お前ら報告しろよ。不法に指示にしてんだぞ、こっちは。まあ、別に都合いいからいいけどさ。あ、いたいたいた。高いところが好きだね。もう逃げられても話にならんから、もう止まってくんないかな。待ってくれ、もう。うん、もう逃げになってたから。しかもこの子あれだよな、兵士を殴ってたから追われる身なんだよな。ご主人、逃がしちゃダメだもん。花ちゃんも王もなるべく早く。まあ別に花ちゃんもついてきてくれてるけど、え、単独で追わせるってこと？そういうわけではないんだな。うん。どこ行った？今度はどこだ？あそこの広場に行けばいいのかな？よっと。こうして、降りて、ほいほいほい。ロケーション発見したけど、今それどころじゃなくて、ここじゃない？着いた着いた。いない。どこに行ったもん。トラ、お前。さっきのやつ知ってるのか。もう分かりやすいだろ。何やら花に雰囲気が似てたが、あいつキクだもん。キク、リラね、英語だと。トラのじいちゃんと父ちゃんが作った人工ブレードだもん。別々に作ってたのか。見違えるはずないもん。ご主人、近くにエーテル露伴の上ですもん。いた。え、戦います？エーテル露伴の確認、作戦開始。あ、なんか花ちゃんよりちょっと機械っぽい喋り方すんな。なんか体術も使うし、かっこいいな、腕とか。いや、この作品本当にさ、いいよね、デザインが。楽勝とか言うな。レベルは確かにかけ離れてるけど、そういうことを言っちゃダメだ。カムカムパンチ、勝率 99%。 本当ですか？カムカムってあれだな、前作で我々のパーティーにいた勇者力の技が結構カムカム傾向多かったんだよね。転んだ。あ、そっか、今光使ってんのか。おい、おい、せっかくだから光は一番強いセイクリッドアラを使ってあげたいな。でも光属性と相性がいい属性今持ってねえんだよな、あんまり。ロケットキック、
バッシュ。どこ行くでしょう。もっちょい。ダブルスピンエッジ。ダブルスピンエッジ。お、梅原さんどうですか。いいね。よし、使ってやろう。全力でやるよ。光。集中して。おい。おい。テイクリッドアロー。今もちょっとラガンだけどね。前ほどひどくはないから。ダメージしょぼくね。もうちょっと強くてもよかったのでは。ああ、でもこのレベル差でこんな前線されてるってことこいつ相当強いな。本来であればここでつまずくレベルのテストなのかな。おい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 ったかいってないかぐらいかな。もちろんかな。おい3おいおいおい、あ、ボタン連打系じゃなかった、珍しい。おい、もちろんもちろんもちろん。おい、結構飛ばされるんだよな最近の時。まあでもいけましたね。ドライバーいない割にはなかなか強かったな。作戦遂行は困難、戦術的撤退が必要と判断。いやいや連れてってよ。なんで敵対すんのさ。トラのことはご主人と認識してないのかな。おじいちゃんとお父さんが作ったブレイダのはずだけど。いや続くね。まあでもちょっと時間がそろそろって感じなんで、一旦ちょっと気になるところではありますけど、ここで区切りたいと思います。まあその間にちょっと私も街探索しつつ、アイテムとかも揃えて次回またやつを追いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。